第1戦1点差を争う本当に面白い見応えのある攻防になってきました。なおこのまま野球中継を延長してお送りしてまいります。このまま野球放送を延長してお送りします。2006今年で57回目を迎えた日本シリーズ、勝つのは52年ぶりの中日なのか、あるいは東映以来の44年ぶりのファイターズなのか。北海道移転3年目、北海道日本ハムファイターズとして初めてのシリーズを迎えます。さあ山田さん、ポイントの8回やってきましたね、はい、そうなんです。問題はね、私はもうセミノールじゃなくて、セミノール井端じゃなくて、稲葉じゃなくてね、この小笠原というふうに呼んでんですよ。小笠原ね、今日2つのフォアボール、はい、そしてまた先ほど難しいボールをレフトフライに打ち取られましたけども、低めのボールでしたね。難しいボール、ボール落ちましてレフトフライだったんですけども、タイミングが悪くないんですね。ただ木野さん、はい、あのプレーオフから数えて小笠原選手まだポストシーズンゲームノーヒットなんですね。そうなんですね。フォアボールでの出塁はもちろんありますよ、フォアボールあるんですがね、もう打ちたい打ちたいっていうのが先ほどの打席、あの低いボール打ちに行ったって姿勢でしょうね。はい、まあそういう意味からすればこの打席バッテリーからすればですね、アウトコース一辺倒で攻められる、ランナーがいないっていうのが一番まあ助かってますよね。なるほど、小笠原の意図が組みやすいということですね。そういうことですね。まだもう相手は打ちたがってる、そういうところで言えばやっぱりあのここまで2ストライク追い込んだインサイドを見せつつまた外で勝負ということになるでしょう ね。 そうですね、インサイド見せたいです ね、 ね、 ね、どこで行くか。インサイド、アウトサイド、やっぱちょっとインサイド行くのコントロールミスがやっぱ怖いんですかね。終盤8回の表ですからね、おそらく川上もリードしていればこの回でおしまいかと思われますが、いやリードしてるしてない別にしてね、同点になった場合でも私はこの回までっていう形で本人もいるでしょうしベンチも考えてると思いますよ。手元のカウントで間もなく120球いきますね、投球数が。外、井端が待っていた、まずこの拍手、もうドラゴンズファンが知ってますよ。何度も何度も今シーズンチームのピンチを救ってきた井端のビッグプレイ、ね、もうコースからしたら間違いなくヒットです。それを追いすくんですからね、素晴らしいプレーですよ。そして結局外をずっと攻めたバッテリーの配球ですね、はいはい、いや小笠原もなんとか全力疾走、ヘッドスライディング、内野安打でもと。いやだけど今の小笠原もよく打ちましたよ、はい、あそこへね。そしてまた井端がよく守った今のはプロのプレー、お互いね、これぞプロですね。そうですね。さあ続くセギノール、ここはもう川上一番気をつけなきゃいけないのはコントロールミスですね、インサイド行きたいんですけども、もうイニングもイニングですけどね、だけどねインサイド行けたらこのバッター抑えれますよ。宮本さん、はい、ファイターズにしてみたらやっぱりこのボールの勝負ですね。宮本さん、はい、もうファイターズにとってみたらここでの一発同点というのが非常に期待高まるところですね。あそうですよね、まあ、一発で追いついて、ね、まだこう同点から攻撃するのもいい形なんですけども、まあ、どうにかあの後続にもいいバッターいますんでね、はい、どん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 繋いでほしいところですね。あ、はい、新庄まで回るかどうか。8回の表、どん詰まり、川上のカットボールに軍配が上がります。いや今すごい顔でしたね、セギノール。その前の三振といい、そして今の、まあ、内野ゴロといい、川上は、まあ、打ち取り方というのを一つセギノールには持ってますね。もうセギノールにはセギノールというバッターを完全にも分かりましたよね、そして試合序盤中盤で山田さんがおっしゃっていたロングヒッターにこそインサイドを攻めなきゃいけないんだと、はい、ではこの稲葉に対してはどうでしょう。稲葉は逆、これはねさっきの小笠原と一緒で、もうヒットだったらいいっていうぐらいの気持ちで、このこれこそヒットだったらいいという気持ちで投げてほしい場面ですね。こうなりますよね。
だからこういうケースになってですね、例えばバッテリーが一番後悔するのは左バッターに右打たれる、右バッターに左へホームラン打たれるっていうのがこれが一番後悔するんです。左バッターやっちゃいけない。だから左バッターがライトへ打つっていうことはそれだけ甘いボールを投げたってことです。これは絶対にやっちゃいけないんですよね、うん、だから稲葉がレフトへホームラン打ったとしたら、はい、まだ許せるんです、それを、はい、打たれたことは悔しいですが、そうですね、許せるってことなんですよね、ただこれ広い名古屋ドームですからなかなか左バッターでレフトにホームランというのはちょっと考えづらいところではあります。阪神のセーフティーゾーンに川上がボールを投げ込んでいきます。ここでね、今日この2アンでしょ、はい、今日全く小稲葉とかね小笠原に見せてないね、川上独特の遅い大きなカーブあるでしょ、あのカーブ投げたいとこだけどね、おそらく今日第一戦の最後のボールになるか、やっぱこういうボールになるね、今日はやっぱりいつもの川上よりカーブ少ないですよ、はい、カーブが圧倒的に少ない、やっぱこれシリーズのやはり新庄に1回投げたでしょ、満塁から、あのカーブ危なかったですもんね、犠牲ぐらいになったカーブですね、そうそうそう、はい、ああいうやっぱり少しこうカーブにコントロールミスっていうのは怖いんでしょうね。稲葉、うまいバッティングを見せました、レフト前ヒット。いやこれはいいんですよ、これは稲葉の勝ちです、今のはね。あ、でも木野田さんおっしゃったように、はい、左バッターに左に打たれるのはしょうがない、しょうがないですね、もうそういう読みをバッターがしても不思議じゃないケースなんですよね、ただ岩本さん、はい、ここで一人で出ました、ツーアウトですけれども、はい、新庄です。そうですね、こう意外性を持っているというか、十分その長いヒットを期待できるバッターですし、先ほども右中間にいいヒット打ってますんでね、はい、まあ、イメージとしてはいい形でバッターボックス立ってると思うんですよね。さあこのバッテリーが対新庄にどういう風に攻めるかっていう問題ですよね、はい、先ほど右中間にこう上手いことこうつけられたみたいな打球を、あれは高めだったですからね、これ一発出れば逆転という場面、うん、やはり外中心になってきますかね、組み立ては。いやこれはね、外っていうよりこのバッテリーが今思わなくちゃいけないのはね、はい、外へ丁寧に投げようとしたら今のようなボールになって腕の振れないボールになりますから、はい、こういう場合はね低め目いっぱい投げ込んでいく、低いところへ強いボール目いっぱい投げていく方が確率は高いんです、抑えられる確率が。どうも、こういうイメージでいいんですよ、イメージは。だけどやはり長打を防がなくちゃいけないという、こうまだコースもいっぱい低めもいっぱいという気持ちでいますから、ああいう外れてしまうんですよね。プロ入り17年目の新庄、これが最初で最後の日本シリーズ、今日は1打点挙げている新庄、新庄が2打点以上挙げるとチームの勝率は9割に跳ね上がります。三遊間、また井端がいた、中立の勝ち、いや井端の勝ちです。